悪魔を殺しに。先日まだ生まれて間もない天使の子供が悪魔によって天界からさらわれたの。その悪魔は天使の子供の命を奪い魂を食らったのよ。これは生と死の契約を乱す行為、天界と魔界の均衡を崩すともなる大きな反逆よ。神様は私にその悪魔に罰を与え殺すことを命じられたの。私の炎で焼かれれば未来永劫燃え続けたまま二度と生まれ変わることはできない。そんなクロム、どうしたの？あなた何かを知っているの？しまった、油断したわね。お兄様、この光、この匂い、すさまじい力を感じる。こんな力初めてだ。お兄様、様子がおかしい。待ちなさいよ、ゼルエル。独り占めしようなんて許さないわよ。お姉様、痛いです。お姉様、離してください。不死鳥だわ、本物の不死鳥。早くこいつを殺して、早く魂を食らうのよ。早く早く。お姉様、僕の声が聞こえないんですか？お姉様。無駄よクロム、この二人は正気をもうなくしてる。手遅れだわ。え？まったく、すっかり二人とも野蛮な姿になってしまって。まだこの子たちには天使の子供の魂の力は強すぎたのかもしれないわね。お母様。クロム、ここまで案内してくれてありがとう。おかげで人気のない場所で不死鳥を捕らえることができるわ。よくやったわね。何を言ってるんですかお母様。彼女、リリアムさんに何をするんですか。ああ、その声懐かしいわね。やっぱりあなただったのね、ルティーナ。天使の子供を捕らえ魂を食らうようにその子たちを仕向けたのはあなたね、ルティーナ。ええ、その通りよ。私の息子ゼルエルに命じて天界から天使の子供を奪ったの。老いぼれの魂ばかりじゃ飽きてしまうでしょ。早く食いたい、食いたい。不死鳥の魂、早く。あなたたち、少しは落ち着きなさい。リリアム、あなたの強すぎる力のせいでこの子たちがすっかり獣のようになってしまったわ。どうしてくれるの？それだけじゃない。この子たちは天使の子供の魂を食らったのね。普通の悪魔には正気に乱された魂の力は強すぎる。もう普通には戻れないよ。そんな。お兄様、お姉様、しっかりしてください。こうなってはもはや魂の力を得るために暴れ回る化け物と同じだよ。
何か二人を助ける方法はないんですか？残念だけど。この子たちは私のためによく働いてくれたわ。さあ、最後の仕事よ。これ以上、私を怒らせない方がいいわよ、ルティーナ。それはこちらのセリフよ。お前は私から全てを奪った。おそましいお前を、私は許さない。お母様、おやめください、どうか。なあに？まさか私に口答えをするつもりなの、クロム？お母様、どうして僕に教えてくれなかったのですか？生と死の契約や僕たちが狩るべき魂のことを。お兄様とお姉様も知らなかったのでしょう。だからお母様のために自分たちが禁忌を犯していることにも気づかずにこんなことに。そんなものあなたたちは知らなくていいのよ。あなたたちは私の子供なんだから、私の言うことさえ従順に聞いていればいいの。私のためにただ働けばいいのよ。お母様は言ってくれたじゃありませんか、僕が魔界の民の手本となるような王子になってほしいと。それなのにどうしてそんな残酷なことを言うんですか？いつもの優しいお母様はどこに行ってしまったんですか？優しい私なんて初めからどこにもいないわ。嘘です！クロム、あなたも私の言う通り、あの天使の子供の魂を食らっていればよかったのに。そうしたらこの子たちみたいに余計なことを考えずにおかしくなれてしまったのに。本当にバカな子ね。お母様、あなたみたいな無能な子は大嫌いよ。いい加減にしなさいよ。もう我慢できない。早く魂をよこせ。リリアム、あなたの魂も美味しくいただいてあげるわ。今度こそあなたを食べられる、この日をどれだけ待ち望んでいたか。500年もの間あなたをずっと恨み続けていたんだから。アスタロト、あなたがあの人の名前を口にしないで。すまないね、アスタロト。やめてって言ってるでしょ。許して。何？体が動かない。熱い熱い。熱い熱い。体が燃えるように。熱い。一瞬にして体を燃やし尽くす。これが不死鳥の力。なんて素晴らしいのかしら。次はあなたの番だよ。そう簡単にいくかしら。私の中にはかつてあなたから与えられた魂の力があるっていうのに。あなたやっぱりそうなの。やめて、もうやめて。元の優しいお母様に戻ってください。クロム、お母様、どうかどうか。クロム、私の可愛い息子。お母様。クロ
クロムは私の言うことちゃんと聞いてくれるわよね。クロム、耳を傾けないで。クロム、あなたはリリアムから生と死の契約の話を聞いたのでしょ。なら、こう思わなかった？なぜ私たちは常に天界から管理をされて生きているのかって。え？私たちは食べるものも住む場所も狩りをする場所も全てを天界に管理されている。でも、それに比べて天界はどうかしら？楽園には明るい太陽が差し、暖かな空気の中で神や天使たちは美しく新鮮な生気を身にまとい、幸せに過ごしている。なぜ私たちだけがこんな薄暗い世界で、まるで操り人形のように命じられたまま生きなくてはならないの？そんなの不公平じゃない？縛られ奪われ続けているのは果たしてどちらなのかしら。それは自分が生まれてきた場所と種族に対して不満があるのは大いに結構。でもその不満を盾にやっていいこと悪いことの区別がつかなくなるなんて、そんなのはただのおごりだよ。魔界の女王としての誇りすら失ってしまったみたいだね。あんたの罪は大きいよ。アスタロトが今頃どんなに悲しんでいることか。大丈夫よ、アスタロトはもう悲しまないわ。だってあの人はもうこの世にいないんだから。え？お母様、今なんて、お父様がこの世にいない？ええ、そうよ。もうずいぶん前にね。私ね、彼をとても深く愛していたの。だから、もう誰にも奪われないようにね。食べてしまったのよ。あの人の体も、心も、全部。フフフ。